ハイドパークバラックスは、オーストラリアニューサウスウェールズ州、シドニーの中心街にある、レンガ作りの建築物である。現在は、博物館として公開されているほか、ニューサウスウェールズ州及び、オーストラリアの史跡として保存されている。2010年、オーストラリアの州自に遺跡群の一つとして、他の10の史跡と共に、ユネスコの世界遺産に登録された。ハイドパークバラックスは、 ラックラン・マッコーリーの命令によって1818 18年から1819年にかけて建設された。設計は囚人の建築家であるフランシス・グリーンウェイの手による。元はシドニーのマッコーリー・ストリートそばに建設され、その目的は男性囚人のための宿舎であった。1848年までの間、囚人を収容するための施設として使用された。 1848年から1886年にかけては、職探し、あるいは家族の再会を果たそうとする、独身女性のための施設であると同時に、1862年からは女性の保護施設としても使用されてきた。1887年から1979年までの間、このバラックは、法廷や政府の施設として使用されることとなった。 1981年、ハイドパークバラックスは歴史遺産として管理されるようになった。今日ではニューサウスウェールズ州管轄の博物館として公開されており、建設当時のシドニーの囚人の生活、オーストラリアにおける囚人管理のシステム、ハイドパークバラックスから発掘された物品及び建物の内部を見学することが可能である。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録されたハイドパークバリックスミュージアムシドニーリビングミュージアムズありがとうございます。